プログラムドセルデスをね、少しでも遅らせるようなものが周りにあれば、寿命が伸びる可能性があるんですね。ちなみに先生、いつからこのサプリ販売になるんですか？いや、実はですね、みんなで生きよう100年チャンネル。どうも、梶原です。永見です。よろしくお願いします。先生、ついに先生のサプリが予約できるというような話聞いたんですけど、そうなんですよね。いろいろ聞いてきたんですけど、改めてどれだけ思いがこもってて、どこがすごいのか教えてくれませんか？で、皆さんも知りたいですよね。まあとにかくね、僕が留学行った1990年、その段階では病気の原因を突き止めてその病気を治したいっていうね、医者としてですけども、その研究者としてね、多くの人をいっぺんに助けたいっていうね、まあそういう気持ちがあったわけですよね。まあそれで留学したわけですけどね、向こうでの仕事は大変うまくいったんですけど、治すのは本当に難しいんだってことが分かったんで、それでね、今一人一人の患者さんを見るっていうね、そっちへ戻ってきて自分のクリニックやってるわけですけど、実際にうちへ来れない患者さんもたくさんいるわけだし、患者さんからもね、自分でできることは何かないんですかとか、食べ物でこの病気にいいものはないんですかとか、いろいろ聞かれてるわけなんですよ。とにかく日本へ帰ってきてからね、自分に他にできることはないのかなって考えながらいたわけですけども、まあダメになった神経細胞を元に戻すことはできないにしろですよ、残っている神経細胞をなんとか少しでも寿命を伸ばすことはできないかっていうことですよね。で、例えば緑内障で言えば、眼圧を下げることでね、神経節細胞の寿命が伸びるとか、網膜色素変性症ではビタミン A を少し多めに取ると機能がね、長持ちするとか、まあそういうデータあるわけですけど、まあその辺でね、少しでもね、細胞の寿命を伸ばすっていうことができないかっていうことをね、まあいろいろ考えてたわけですよ、薬を作ることはできないから、食べ物の中でそういった作用のあるものはないのかなってずっと気にしてたわけですね。で、患者さんからもサプリメントとか開発してくれませんかって言われるわけですよ。まあ僕の能力を買いかぶってますけどね、それはね。いや、先生はすごいんじゃないですか。いやいや、もう私は今や1階の町医者ですからね。でもその町医者でもできることなんかないのかなっていうことですよね。で、まあずっとね、やってて見つけたっていうのがこのサプリメントの成分なんですけどね、まあそのね、細胞が寿命を迎えるっていうのが、まあどういうことかって、まあ、これね、非常にね、生物学的な問題もあるし、哲学的な問題も実はあるんですけどね。哲学もある。目の病気でね、細胞の死に方としてはね、2種類あるんですよ。2種類ですか？細胞が外からね、攻撃されて死んじゃうわけです。ということはね、細胞の中身は外へ出ちゃうし、炎症が起こるし、まあ、周りにすごく悪い影響を起こしながら細胞死んじゃうんですよね。で、そういう細胞の死に方をネクローシスっていうんです。ネクローシス、壊死って日本では言うんですよね。で、もう一つの死に方っていうのはね、もともと死ぬ時はこうやって死ぬんだよっていうプログラムを持ってるんです。一つ一つの細胞はね、自殺へ向かうっていうスイッチが入ることになるんですけど、あるスイッチは途中で止まることもあるし、あるスイッチは一回入るともうそれっきり自殺の方向へ向かうっていう、そういうスイッチもいろいろあるんですよね。そういうね、自分のプログラムを使った細胞の死っていうのがあってね、で、それをプログラムドセルデス、あるいはアポトーシスっていうんですね。で、これはね、なぜそういうものが細胞にもともと入ってるかってね、不思議でしょ。不思議ですよ。なんで細胞は自殺するプログラムを持ってるんだってね、これはね、でもとっても大事なんですよ。例えばお母さんのお腹の中でね、途中の段階ではね、指とかに水かきがついてるわけ。で、その水かきがちゃんと消えるんですよ。で、消える時にここにいた細胞はプログラムドセルデスのスイッチを入れてですね、ある時期が来たらここの細胞はいなくなると。ね、それから変態をする動物なんかね、例えばオタマジャクシが手足が生えてきて、で、尻尾がだんだん短くなってなくなっちゃうじゃないですか、あれもそういうアポトーシスでちゃんと尻尾の細胞がいなくなるわけです。だから突然なくなったの、なんでだろうって思ってたんですけど、あれは切ったわけじゃなくて消えたんですね。そうそう、消えていくわけですよね。だからもう本当に昆虫なんかも、例えばその毛虫が腸になるって、すごいと思います。あれどう考えたって中に腸が入ってたわけじゃないわけですよ、ね、サナギになって中で体が変わっていくわけでしょ、変わる時に必要でなくなった細胞たち
たちは自分でプログラムのスイッチを入れて、はい、なくなっていくわけですよ。でそこで新しい細胞ができてきて羽を作ったりとかね、はい、いろいろするわけでしょ。でそれが出てきて、はい、飛び立っていくわけじゃないですか。だからそういうことってね、発生の段階ではしょっちゅう起こってるわけですよね。だからね、そういうメカニズムを持ってるわけなんです、はい、それでね、体の中でも例えば赤血球の寿命っていうのが120日ぐらいで決まってるのもね、まあ、そういうことなんです。そうそうそう、いつも入れ替わってるわけですよ、はい、新陳代謝っていうものは、うん、古いものがなくなって新しいものが生まれてくるっていうね、それが新陳代謝じゃないですか、はい、プログラムされた細胞の死っていうのがなかったらね、それうまくいかなくなっちゃうわけですよね、だからとにかく大事な大事なプログラムなんですが、はい、プログラムのスイッチが入っちゃうことで病気になることもあるわけなんですよ。例えば神経系のね、変性疾患っていうものなんかみんなそうだと思いますけどね、要するに特定の細胞の中で望ましくないスイッチが入っちゃうわけですよね、はい、そうすると細胞が一つ一ついなくなっちゃうっていうことなんですね。で数が減ってって、はい、その機能がなくなると、ね、例えばそれが脊髄の中のね、はい、運動神経でそういうことが起こると体が麻痺していくとかね、筋肉でそういうことが起こると筋肉がだんだん細くなっていって動かなくなっちゃうとか、はい、そういう病気たくさんあるんですよ、でそのアポトーシスっていうね、大事なプログラムなんですけど、何か他の原因があってね、スイッチが押されてしまうと細胞の寿命が短くなっちゃうと、でね網膜の細胞もそうなんですけど、一部の細胞はね培養するのは結構難しくて、つまり網膜から細胞を取ってきて何か実験に使おうと思ってもすぐ死んじゃう細胞がたくさんいるわけです、でそういう細胞はねバラバラにされるともうすぐスイッチが入っちゃうんですよ。そうなんですか。そう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 、だからスイッチが入らないように条件にしてあげないと培養もできないわけですよね。そういう時に何が必要かって、いろんな必要なものがあるんですけどね、まあ、神経栄養因子っていうね、神経の寿命を伸ばすため、あるいは神経がお互いにコミュニケーションを取るためにシグナルみたいなものがあって、はい、でそれがないとですね、寿命が短くなっちゃうんですね。つまりアポトーシスのスイッチがいずれ入っちゃうってことなんですよ、だから逆に言うとですよ、はい、スイッチが入りやすい細胞に対しては神経栄養因子を体の中にいる時と同じぐらいの濃度で培養液に入れてあげると長生きしたりするわけですよね。ということはね、体の中でも何かの病気でスイッチが入っちゃって死に向かっていくような細胞がいたとしても、プログラムドセルデスをね少しでも遅らせるようなものが周りにあれば、寿命が伸びる可能性があるんですね。ということで、はい、いろいろ探してて、これだったらプラスの方向に効くんじゃないかなっていうふうに思ったのが、はい、ポリフェノールっていうね植物性の色素なんですけど、その中の一部の成分が脳とか網膜とかに行ってですね、栄養因子の濃度を上げてくれる可能性があるっていうふうに言われてるわけです。先生よく見つけましたね本当に。まあいろいろねアンテナを張っていたわけですけどね、とにかくね日本へ帰ってきてからもずっとね、毎日一人一人の患者さんの細胞の寿命をなんとか伸ばせないかなって、まあ、考えつつですね、実際には決まりきった治療法の中から一番いいものを選んで提案してるっていうね、まあ、そういう仕事ですけどね、はい、それとは別に患者さんから望まれるものがあるとすればね、やっぱりチャレンジしなきゃなっていうふうにね、まあ、思ってこのサプリで一人でも多くの方の目が守れるといいですね。そうですね。ちなみに先生、いつからこのサプリ販売になるんですか？いや実はですね、明日から予約が開始になります。明日ですか？はい。このサプリの名前って何ですか？サプリの名前ですね、はい、名前も決まりました。ウィンビジョンプレミア、そういう名前になりましたので、ちょっとね覚えておいてくれればなと思います。予約や購入についてなんですけれども、概要欄にもリンクを貼っておきます。それから動画の最後の画面にもですねリンクを出しますので、そちらからご覧いただければと思います。そしてウィンビジョンプレミアム予約開始のタイミングでお知らせがあります。私梶原和人の公式 LINE のページでお友達になってくださった方々、この中でこのサプリメントを一度使ってみたいという方がいらっしゃいましたら、抽選で50名の方に1ヶ月分プレゼントいたします。送料は私の方で負担いたします。締め切りは今月3月18日です。詳しくは公式 LINE の方からお知らせを配信しますので、ご希望の方はこの機会にぜひ LINE の方でもお友達になっていただけると嬉しいです。まあ、とにかくね、目のご病気で悩んでらっしゃる方ね、毎日毎日不安で暮らしていることと思います。このサプリメントがね、その不安を少しでも軽くするお手伝いができればと思います。病気を諦めない。
年齢を諦めない、元気で長生きして100年迎えましょう。梶原ケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や首脳訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか？私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。今日の、ね、お話いかがでしょうか？皆さんのお役に立ったでしょうか？役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。